シルトホルン山山頂のピッツグロリア。後方に見えるのはベッターホルンとアイガー。ピッツグロリアのテラスからの眺望ピッツグロリアはスイス、ベルン州、ベルナオーバーラント地方の山、シルトホルンの山頂に立つレストラン。建物自体が太陽光発電の力でゆっくり回るため、席に座ったまま360度の景観を楽しむことができる。 直径18メートルの展望テラスも併設。山頂からユングフラウ三山を、はじめ、200を超える、ミネミネの大パノラマが広がる。ピッツグロリアは、もともとアクション映画007シリーズの第6作、女王陛下の007のセットとして作られた。朝食の特別メニュー、ジェームス・ボンドブレックファストや、ジェームス・ボンド・バー、マルチビジョン、ツーリストラマでの、 零零七映画のハイライトシーン、上映など零零七の世界を楽しむ仕掛けが随所に凝らされている。ピッツ・グロリアと隣接する展望台がある場所から北東に伸びる尾根に2013年夏からピッツ・グロリアビューと呼ばれる新しい展望台が完成した。回転レストランピッツ・グロリアと一緒にアイガー、メンヒ、ユングフラウの三々を一緒に撮影できるポイントとなっている。 インターラーケンオスト駅から、登山鉄道でラウターブルンネンへ。ラウターブルンネンから、ポストバスで、シュテハヘルベルクシルトホルンケーブル乗り場の停留所で下車。さらにロープウェイで、ギンメルバルト、ミューレン、ビルクで乗り換えて、シルトホルンへ。ラウターブルンネンから、ロープウェイで、中間駅のクリュチアルプへ上がり。さらに山岳鉄道で、ミューレン経由、シルトホルンへ上がるルートもある。 シルトホルン山町駅からピッツグロディアへは直結している。車はラウターブルンネン、またはシュテハヘルベルクまでアクセス可能。ありがとうございます。